を読むっていう、まあ、これはクリエっていうか、アピールだけど、やっぱ、あの、ヒールを履いた状態で緩める練習するんです。練習法。なんかね、ワン、ツーで、まず、スリーに行ったら、フォーで乗り切る。で、クリエはしっかり下に落ちるんですけれども、背中をまっすぐだね。そう。ここに重心しっかり落として、あとはまず、バットマンを取る。そうです。なんで、バットマンだけ練習してもいいくらいなんだけど、バットマンから落とすときにこの先やった、そう、足の裏がこう見えるぐらいの、すいません、気をつけてください。で、伸ばしても、もうこう、もうちょっとやばいぐらい、この、これが一瞬通らないと、で、この上げたときの上の表情ですよね。で、バレエとジャズの違いで、バレエだったら、こう抜くんだけど、ジャズはまっすぐ折れてすぐ上に入るから、もう必ずこの体の背中を上に使う。OK、せーの、ワン、ツー、スリー、フォー。ファイブ、シックス、あ、よかったじゃん。で、シャッフル落としてね。思ってくるか。じゃあ、せーの。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セーブ、エー、ワン。あ、そうだね。エー、ワン、ツー、スリー。あー、ってことは、もうやっぱりこっちに乗り切らないとダメですね。